ちゃんと荷造り。小林さん、かわいい。この死んだ魚のような目がたまりません。トール様、変態。なにサボってるのかな。あ、これまだあったんだ。小林さん、うわ、こりゃ湿気。小林、遅い。そうですね、最近はデスマで忙しいみたいで。あ、そうだ。ん。ただいま。はーい。お帰りなさいませ、小林さん。ご飯にする？それともお風呂？大正時代の女給さんか、いいね。ただいま。お帰りなさいませ。お、何これ、ビクトリアンメイドじゃん。今日からお疲れの小林さんに癒しをお届けしますね。癒し。はあ。ただいま。森林セラピーです。ピタンチット。うん、癒されない。元に戻して。たった今。今日はハーレムです。小林、カモン。いや、オムライス、オムライス。うまい。無理。でもそれならどこでも暮らしていけそうじゃん。いや、それがですね。餌付け？甘い、ヤタガラスの卵みたい。あれはアイスクリーム屋さんですね。冷たい、おいしい。いただきます。トール様、おいしい。カバン？うん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 。弁償？教授？200万？うん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 。ムラムラするのか？え？え？何これ。小林、お前が男になってしまえば。小林さん、ペロ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 。舌長えな。おい小林、私とちぎってくれ。ダメ、そんなのダメ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 。ラブチューベラチュー、ラブチューベラチュー、大好き小林さん。何これ。でも全てね。ああ、間が多いよ。あがめよ。小林さんは柱。柱にもなるな。柱？そうだ、私は向こうの世界にいた時、柱になった人間を多く見てきた。そうだ、リュウさん。言いましたよね、理解できないなら諦めろと。リュウさん、二度と歯向かえないように。夏は純潔に甘いですからね。じゃあ私にも甘いのかな。小林さんの純潔は私のだからダメです。腰には悪いけど。お前を殺します。何か手を形成できるようになってたり。君から下品な女と思われているのかい。その通りだ。これなんだそれは。ふざけているのか。もっと目から血を垂れ流して首を360度ねじれ。そこまで。幽霊だなんて噂になっていたようで。でもなんで父の日にタリスマンなのかがわからないんだ。ルコアさん、さっきから何言ってんの。え、だって父の日だよね。ああ、はいはい、おっぱいおっぱい。にゃん、にゃん。ど
畑も挟んでやろうか。あれ違う。汚れ糸1番。1番はカンナさんね。これからカンナさんの言うことは絶対なんだから。もふん。さあ、何でもご命令を。カンナ様、ギュッてして。いいの？幸せ。あいつ最近やべえよな。いたたまれ。